皆さんこんにちは。ゴードン・ミラーのコミュニケーションプランナー、広瀬ゴンザレスです。本日は2022年11月22日に発表させていただいたゴードン・ミラーモータースの新しい仲間、ゴードン・ミラー版 S01 のご紹介をさせていただきます。はい、こちらになります。待ちに待った S なんですけど、こちらの S は S の頭文字が3つありまして、 S の1つ目はスモールな車、2つ目がシンプルな内装、3つ目がスマートなバンライフの3つの S の頭文字を取った S01 となっております。ゴードン・ミラーモータースの3つの特徴である、ユニークなルックスと、ナチュラルでフレキシブルな内装と、長く付き合っていただきたい新車提供、この3つの特徴を順番を追ってご紹介させていただきます。よろしくお願いします。それでは一つ目のユニークなルックスのご紹介をさせていただきます。まずこの S01 ですが、特徴的なのはこの丸めのヘッドライトになっております。ベース車両がダイハツのハイゼットカーゴを使用させていただいておりますけれども、フロント周りは全部丸っと交換させていただいております。特徴的なこの丸めのヘッドライトのデザインなんですけれども、もともとハイエースの V01 がありました。そちらのデザインを継承したこの直線的なデザインにしておりますというのが一つ目です。で、二つ目に C01 と同様カラーリングを変更しております。我々の特徴であるオリーブドラブとコヨーテの2色のご用意をさせていただいております。こちらもダイハツさんと手を組ませていただきまして、工場出荷のカラーとなっておりますので、ゴードンミラーの純正色扱いで工場出荷からこのカラーで我々のところに届けていただいて、我々が内装外装を交換してお届けするという新車提供になっております。ただゴードンミラーのオリーブドラブは我々のオリジナルカラーなんですけれども、こちらの S01に限ってはコヨーテはもともとダイハツさんにあるサンドベージュメタリックをご用意させていただいておりますので、それを我々はコヨーテというふうに呼んでおります。外装においてオプション設定にはなるんですけれども、一つ目がこちらのフォグランプがオプションです。あと上のルーフラッグとサイドオーニングがオプションになっております。もう一つはリアのテールレンズがオプションになっております。ベース車両はダイハツのハイゼットカーゴのクルーズターボを使用しております。なので軽自動車だからといって走りがちょっと心配ってことはないです。ターボ車両なので走りも山道とか坂道なんかも全然ターボ車なのでガンガン行ける車になっております。それでは2つ目の特徴であるナチュラルでフレキシブルな内装のご紹介をします。我々の特徴である天然木アカシアを使ったこちらの内装はそのまま継承しております。 V01、C01 と違って軽自動車になりますので、内装空間を最大限使うために2段構造にはしておりません。その代わり収納式のテーブルを右側左側両方に付けさせていただきました。これによって空間を最大限使うとともに寝る時も邪魔にならない構造になっています。次に天井横サイドは天然の木を使ってるんですけれども、これも V01、C01 と同じように床につきましては木目の塩ビシートを使っておりますので、例えば濡れたものであったり汚れたものを中に入れていただいてもすぐ掃除がしやすい構造になっております。次にこちらの今ついているライトなんですけれども、こちらも今までのオーナーさんからのご要望もありまして、今回は調光式の LED ライトに変更させていただきました。オンオフはもちろん無段階での調光になっております。次に軽自動車ではあるものの、これがどれぐらい積載量があるかというところをちょっと簡単にお見せしたいなと思って、我々のトランクカーゴをご用意させていただきましたので、それがどれぐらい積めるかというところをご覧いただきたいと思います。こちらに我々の販売しているトランクカーゴをご用意させていただきましたが、まず70リッター一番大きいサイズです。縦にも横にも余裕で乗る感じで、さらに次に大きい50リッターなんですけども、50リッターを置いた上で22リッターが入りますということで、もう一個は30リッターですけれども、トランクカーゴが横に3列詰めます。さらにこちらは縦にも3段詰める、合計9個詰めるという容量になってます。で、我々の車は車中泊を想定しておりますので、車中泊になった時に例えば電源オフでこのまま電気がついているとバッテリー上がりが気になりますよね。そのために電源オフの場合は電気がつかないようになっています。この電気をつけるためにはこちらのようなポータブル電源をご用意いただいてセットしていただくと電気が供給されるようになっておりますので、ポータブル電源は皆さんでご用意ください。さらに車中泊を想定しておりますので、天井と横面には標準装備で断熱材を入れております。内装のもう一つの特徴はこちらのコーディラ製のシートカバーです。
コーデュラ製のシートカバーは撥水、防水、防に優れておりますので、皆さんが例えば食事をこぼしちゃった、ペットを一緒にお出かけするなんて時に汚れが気になる方もいらっしゃると思いますけれども、そちらの気になることはこちらのシートカバーで大体カバーできるかなと思います。コーデュラ社としましては純正扱いのシートカバーとしては世界初というふうに伺っておりまして、こちらのシートカバーはオリーブドラブはオリーブドラブのカラー、コヨーテのカラーはコヨーテのカラーでご用意がございます。S01 の開発と同時にオプションにはなるんですけれども、フロアマットもご用意がございます。ゴードンミラーのエンブレム付きのフロアマットとなりますので、新車購入の際にこちらのオプションもぜひお勧めしております。次にシートアレンジの方法をご紹介します。 S01 はヘッドレストを外していただいて、シートを倒して下に収納するだけでフルフラットになります。反対側も同じくやることで完全にフルフラットの状態になります。内装の広さなんですけれども、私今正座して高さがだいたい120センチ、横幅がだいたい130センチ、現在で奥行きが178センチになりますので、私の身長170センチなので、私が寝ても全然余裕の広さになっています。さらにフロントシートを前にスライドしていただくことで最大192センチの広さになります。192センチの広さになると、こちらにコットが敷けるようになります。こんな感じで中にコットが敷けて、ベッドがまず完成します。このベッドの下にまた収納スペースができましたので、さらに収納スペースを広げることで活用の幅が広がるかなと思います。でこちらのコットなんですけども、このコットの状態でこちらのテーブルも使えますので、寝てる時にこちらにちょっとペットボトルを置いたりとかっていう活用もできるかなと思います。車中泊の時に重要になるのがやっぱり目隠し、そしてカーテンが非常に重要かなと思います。でこちらの S01 もカーテンが標準装備になっております。前の部分なんですけれども、これも今までの V01、C01 の乗っていただいたオーナーさんたちからのご要望もありまして、今回の改善点が一つあります。今まではカーテンをこのままつけてたんですけど、そうするとここにどうしても隙間が開くんですね。それがなくなるように今回はかぶせにしてます。このことでより光が入らなくなりました。外したヘッドレストはフロントのこちらのポケットに収納ができます。さらにもう一つはシートの裏にモールテープを用意しておりますので、このようなティッシュなど後からウェービングテープを使って拡張することができます。3つ目の長く使っていただきたい新車提供についてこれからお話しさせていただきます。いくつかあるんですけれども、まず新車で購入される際に本来はオプションでありながら、ゴードンミラーではそれが標準装備というものをいくつご紹介させていただきます。1つ目がここにブルーのラインを入れておりまして、運転した時に眩しくないようなものがまず1つあります。2つ目がインナーミラーと言いまして、荷物をいっぱい積んだ時に後ろが普通のミラーだと見れないですよね。それがカメラ付きのインナーミラーといって、後ろに荷物いっぱい積んでも後ろが見れるミラーになっております。3つ目がこちらも過去ゴードンミラーのオーナー様たちにいろいろご指摘をいただいたところなんですけれども、横のパワースライドドアになっております。夜とか朝方とかトイレに行くとかいう時に、やっぱり今までの車ですとどうしてもバタンって閉めなきゃいけなかったものを、パワースライドドアをつけたことによって静かにカチャってたらもうカチャンって自動的に閉まるようになっております。あとはサイドのガラスなんですけども、プライバシーガラスになっております。で新車提供なので、もちろんダイハツ社製の新車の保証は標準でついておりますし、我々のゴードンミラーの保証もつけております。でダイハツの保証がついておりますので、点検、オイル交換、タイヤ交換、車検はダイハツ社に行ってそのまま受けることも可能ですし、お近くの車検工場、整備工場でも可能ですし、もちろんオートバックスでも可能になっております。メーカー保証についてですが、こちらの変更している顔、フロント周りであるとか内装の木のところであるとかはメーカー保証の対象外にはなります。その代わりそちらの保証の対象は我々ゴードンミラー側で保証させていただきます。はい、この S01 なんですけども、今までの V01 はどちらかというとファミリーを想定してました。で C01 はお二人プラスペット旅みたいなことを想定して我々は開発を進めました。 S01 の一つの、裏のテーマとしてはソロの S っていうのも実はありまして、一人旅だったり、もちろんお二人でも寝れるんですけども、一人旅の方に大体使っていただけるんじゃないかなというふうなイメージでいます。例えば釣りであったりソロキャンプであったりっていう方に使っていただければ嬉しいなと思います。もちろん最近よくあるのは
女性のソロキャンプの中で事故であったりとか変な犯罪であったりがありますので、そのためにも車を使っていただく、車中泊をしていただくことでセキュリティロックの話であったりとかっていうところも十分安全性能は保てるかなというふうに思います。いろんな安全性能も標準装備としてつけておりますので、よりいろんな方に安心して乗っていただける車じゃないかなと思います。お値段のご紹介をさせていただきます。 S01 肉と四駆のご用意がございます。肉が車体価格で319万円、四駆が338万8000円、これが車体価格になっております。実際乗り出し価格ということになりますと、今回ご紹介したオプションがいろいろついている状態で、だいたい肉で400万円、四駆で420万円、それにドラレコであったりナビであったり ETC であったりがちょっと追加されるかなっていうイメージでいただければなと思います。で、今申し上げた価格については、時期であったり登録する地域であったりで多少前後するので、そちらはご了承ください。はい、最後に発売時期のお話をさせていただきます。現在ゴードンミラー蔵前、こちらの蔵前店では12月の17日から先行して予約販売をさせていただいております。全国のゴードンミラーオーソライズドディーラーでの発売時期に関しましては2023年2月の中旬頃を予定しておりますので、お楽しみというところになっております。本日はゴードンミラー版 S01 の紹介をさせていただきました。これからも新しい商品であるとか使い方であるとか、こんな楽しみ方っていうのをご紹介していきたいというふうに思っておりますので、ぜひゴードンミラーのこちらのチャンネル登録とインスタグラムもやっておりますので、フォローもよろしくお願いします。